XD ピクチャーカード、XD 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 ピクチャーカードは、富士フィルムとオリンパスが共同開発したメモリーカード企画である。2002年9月発売。メディアのサイズは、長さ 20.0mm 幅 25.0mm、厚さ 1.7mm、重さは 2g で、 主要なメモリーカード規格では小型の部類に入る。裏表、前後方向のご挿入防止のため、断面形状が非対称である。端子は18ピンで裏面に配置されているが、剥き出しであるために指で容易に触れられるので、取り扱いには注意が必要。転送速度は工実の容量と転送速度を参照のこと。富士フィルムとオリンパスは、それまで、 デジタルカメラの記録メディアとしてスマートメディアを採用していたがスマートメディアの大容量化が限界に達していたこと機器の小型化に際してより小型の形状が求められたこと書き込み読み出し速度が遅いことを理由とし新たな企画を開発した SD メモリーカードなどの既存企画ではなくあえて新企画を立ち上げた背景にはこの時点で両者が デジカメ市場に占めるシェアが非常に高く、強者連合として市場を牽引していく見通しが立てれていたことがある。しかし、両社のシェアは、この時期をピークに下がり始め、その後他社が参入しない、XD 規格がハンディとなってしまう悪循環を招くことになった。さらに、同じメモリカードである SD メモリーカードや、メモリースティックなどが、デジタルカメラ以外にもオーディオ、ビデオ、 携帯電話などにも採用されているのに対し、XD ピクチャーカードはデジタルカメラしかサポートしていない、著作権保護機能がないことなどが普及の障害となっており、採用メーカーは企画提唱者である富士フィルムとオリンパスの二社身となっているコダックも一時期採用していたが、現在は採用していない。著作権保護機能をつけなかったことにより、SD メモリーカードよりも、 低コストで低価格になるはずだったが、普及率の差から SD メモリーカードより逆に割高になってしまい、量販店などでは同一の容量、メーカー品で数倍の値段差がつくことも少なくない。従来、XD ピクチャーカードのみに対応していた、富士フィルム製のコンパクトデジタルカメラでは、2007年発売の機種から SD メモリーカードとの両対応となり、 2009年6月発売のファインピックス Z300 では SDHC SD メモリカード専用となった。またオリンパスも2008年発売の一部製品からマイケロスディアタッチメント MOSD-1XD ピクチャーカードとは非互換を教師マイケロスディ対応と主張してきたが、ついに2009年7月には SDHC SD メモリカード専用の EP1 を発売している。 オリンパスは今後も XD ピクチャーカードが適しているカメラには XD ピクチャーカードを採用すると述べていたが2010年2月2日に発売を発表したコンパクトデジタルカメラ7機種すべてにおいて XD に代わり SDHC、SD メモリーカードを採用した。また複数のメモリーカード規格に対応したカードリーダーの中には XD ピクチャーカードだけに非対応の製品が未だに多く出回っている。これは、XD ピクチャーカードの普及率の低さも、さることながら、XD ピクチャーカード対応を歌う場合、ライセンスを取得した上で、コンプライアンステストに合格しなければ、ならないというせいがあるためである。他に、富士フィルムから、コンパクトフラッシュとの変換アダプタが販売されている。 大容量化された XD ピクチャーカードの名称で、ナンド型フラッシュメモリの MLC、マルチレベルセルに由来する。2005年3月に発売された 1GB 製品から採用された。今後、8GB までの大容量タイプは、タイプムとして製品化される予定となっていたが、市販品の最大容量は 2GB で止まっている。大容量化に伴い、 書き込み時の転送速度は向上しているが、読み出し時の転送速度は従来品よりも遅くなっている。また、従来の製品と仕様が異なることから互換性が保証されておらず、各デジタルカメラで使用できるかは確認が必要である。従来の製品と区別できるように、富士フィルム製の製品名には M1GB など容量表記の前に、 オリンパス製の製品名には MXD1GM など容量表記の後ろに M が付けられている。2008年春、1GB と 2GB 製品を発売。メモリ高密度化技術を採用。オリンパス製デジタルカメラで使用した場合、書き込み速度は従来モデルと比較して1.5倍の高速化を実現としている。 2005年11月にオリンパスによって発表された高速タイプの XD ピクチャーカード。512MB が2006年1月、1GB が2006年2月、256MB が2006年3月に発売された。書き込み速度は従来の2から3倍とされているが、オリンパスのデジタルカメラでの利用時に限られる。2002年9月発売時には、 16MB、32MB 16、64MB 32、64 128MB、将来的には 8GB まで拡張される予定であったが実際に製品化されたのは 2GB までとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。